っと編集が終わんなかったので、今日は急いで出かける前にそれをまずやりたいと思います。メイクはこんな感じですかね。で、ということで行ってきます。都内某所に出てまいりましたけれども、今日はね天気が良くて最高ですね。昨日とはちょっと打って変わって、外に出てきて清々しい気持ちでございます。お、マリオカートもいるね。神谷バーというねお店でちょっと待ち合わせをしております。あと10分ぐらいあるんだよな。あんまりうろうろするとなんかほら事故ったりとかして死んじゃうのも怖いから、あんまじっとしてたいんですけど、なるべく。ひょうたん鍋だって優秀ですね。ということで、ちょっとお友達を待ちたいと思います。はい、じゃあ皆さんどん、香り伊藤さんです。これ今あ違うのか。あ撮れてます、大丈夫。ライブじゃないですけど動画を撮ってます。香り伊藤です、はい、あちょっとやばい、店の前になっちゃった。こっち向きにしよう。香り伊藤さんです、今日は秘密の打ち合わせに来ていただきました、はい、ありがとうございます。ね、どうしよう、今ちょっとね浅草で散策してますけど、はい、そうなんです、はい、ちょっと大学芋をね、大学芋今私見つけちゃって買いたいっていうわがままを今聞いていただいて、はい、なんかここら辺でしかゲットできなそうな、はい、ちょっとコアなものを探そうと思います、はい、お土産にね、ぜひ、はい、香里さんは、はい、普段は、はい、何を。私はジャズボーカルをやっております、はい、そして、月に、まあ、20個ぐらいライブをやったり、いろんな都内、横浜、あと、まあ、千葉、埼玉まで歌ってるんですけども、うん、陽子さんと今後なんかね一緒に YouTube とかこういう配信とか、はい、なんかいろいろできたらいいなと思って、ちょっと今日は打ち合わせに来ております。はい、嬉しい。六本木のねクラブティーっていうミュージックバーで出会いまして、はい、ね、はいはい、ちょっと仲良くさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。今日お出かけ初ですよね。そうですね、ね、初ですね、はい、天気もすごい良くて。そうなんです、ね、浅草っていいですね、また、はい、素敵な渋いところで、ね、いい街です。、はい、ということで、はい、まあ、打ち合わせ行ってきます。行ってきます。
ただいま戻りました。6時33分です。とりあえず、昨日の動画のを仕上げるのと今日の動画も、軽くねカット作業とかやりつつ、あとはできたら伴奏も進めたいんですけど、になりました。なのでちょっとお風呂に入ろうと思います。しながら、だいたい寝落ちですけど